まず最初にだが、ゴシップチャンネル名よろしく、ガチガチにソースを固めずに喋る内容が多い。一応簡単に添えられそうなソースは書くが、そのソース自体正しいとは限らない。だからこの動画を真に受けずより正確な情報は自分で調べてみてほしい。あと、脱線話と名詞のぼかしも多いからよろしくね。で、今日はどんなネタ？そうだな、時事ネタは前回やったし、今回は補足的な意味での回にしようと思う。補足的？ああ、今まで結構上げた割には全然説明したことがなかった話だ。今までの動画で何度も出てきたワードとか。そうだ。今回のお題は、日本共産党。だぜ。確かに、ネタにしてる割には全然説明がなかったわね。ああ、ろくに説明もしないであれこれ言い続けるのもどうかと思うし、そろそろ解説に入ろうかと思う。共産党ってことは、共産主義のことをやるの？いや、その辺は適当滑舌にやるぜ。あん？そのあたりを真面目にやると、またスーパートになるだろうし、何より小難しくてややこしいからな。だから、今回は主に日本の共産党についてやろうと思う。よく、あ、察し、とかネタにしてるけど、結構重要なの。ああ、この先、というより、昔も今も悪い意味でキーワードになる存在だ。さて、では最初に、今の、共産党を説明するぜ。今の、ああ、日本共産党のウィキペディアより引用。共産党って打ったら関連ワードが物騒で草生えるんだけど。日本共産党。日本共産党は、日本の政党。まんまやんけ。科学的社会主義を党是とする。当面は対米従属と大企業の支配に対する民主主義革命を、将来的には社会主義的変革を目指すとする。科学的社会主義、いわゆるマルクス主義ってやつだ。まあ、マルクス主義はかなり難しいからこのチャンネルではパスだ。民主主義革命と社会主義的変革とか革命ワードが多いわね。そうだな。とりあえず、その辺は後で話すから、続きを読むぜ。2017年1月現在約30万人の党員を抱え西側諸国で最大規模の共産党となっている。日本が最大勢力抱えてるんかい？国会議員数は、衆議院議員12名、参議院議員14名でそれぞれ野党第3党である。また、約2800人の地方議員を抱え、日本共産党が与党の自治体は2018年12月現在60にある。過半数取ってる場所もあったんだ。ああ。さっき言ってた、民主主義革命。ってのは、簡単に言えば市民による革命だ。ただ、この革命の先が社会主義、共産主義とは限らないがな。フランス革命もこの市民革命に分類されるし。じゃあ、社会主義的変革は、まんま社会主義ってことさ。その社会主義がよくわからないんだけど。そうだな。結構難しいかつ眠くなる話だから。ものすごい、雑で乱暴で適当に解説するぜ。解説ってなんだっけ？話をわかりやすくするために、まずは資本主義からだ。今の社会、ああ、日本ではな。簡単に言うと、金持ちが商売を始める、あるいは借金して商売を始める。企業、まあ、そんなところだ。そして、そこへ労働力として雇用してもらう。社員、パート、バイト、みたいな。そうだ、そうやって現場を回し、会社を経営してる人間が利益を得る。こうやって、資本家が金を使ってさらに金を得るシステムだ。金を使ってさらに金を得る。企業時の初期投資や人を使う。つまり人件費だ。これらに金を使い、商品やサービスを生み出し、かけた以上の利益を得る。そうやって商売してる社会が資本主義。まあそんな感じでいいぜ。結論、今の日本社会、ああ。そして次に出てくるのが社会主義。なんかヤバい印象があるんだけど。いや、考え方自体はそうヤバいものではないんだが、それを人間が実行して幸せになれるかというと、な。まあ、話を戻して。社会主義を語る前にマルクス主義にちょっとだけ触れるぜ。マルクス主義？ああ、真面目に読むと頭が痛くなるぜ。じゃあ簡単によろしく。ものすごい雑に言えば、資本主義の問題点の是正だぜ。格差とか、正解、わい。今日のご褒美は、大トロ以上の油が乗ってるバラムツを食わせてやるよ。やったぜ。まあ、今言ったように、資本主義にもいろいろ問題がある。身近なものとしてはやっぱり、格差、だな。金持ちは儲けても、労働者はいつまで経っても裕福になれない。他にも、自分の利益のため資本家同士でも潰し合いが起きる。会社が潰れる。負けた方はな。言うなれば、資本主義は弱肉強食の世界だ。海外なんてほんと敗者に容赦ないぜ。それが資本主義の問題点。そうだ、富の独占に蹴落とし合い。これらに疑問を持った考えがマルクス主義だ。そのマルクス主義の中身は、社会主義だ。主義が二つになっちゃったんだけど、まあ、なんというか、中の人の頭では難しくてな。マルクス主義は、社会主義以降への原点や経過のようなものとしか理解できなかった。まあ、わからないんならいいけど、社会主義ってのは何なの？雑に言えば、国家が経営のトップとなって、会社の設立や労働者の雇用、資本主義では各自が好き勝手にやってたことを国がやるんだ。全部国営企業に全員公務員。まあそんなところだ。給料はどうなるの？その辺も国が管理して平等に払う。じゃあ、職失う心配がないし、給料も安定するのね。ああ、そこが大問題なんだ。え、
安心して働けるからいい社会じゃないの。一見すると平等で職が保障されてると思えるが、この平等が一番のネックになるんだ。平等が問題になるの？そうだな。例えば、日本って多く働いたら働いた分だけ払われるものも増えるだろ。そんなの当たり前じゃない？これが、いくら働いても増えないとしたらどうする？え、人一倍働こうが、怠けて全然働かなくても給料は一緒。そんなバカな話ないじゃない？どんな才能、能力があっても、普通の能力の人間と同じ給料、逆に仕事ができなくても、しっかりと他の人と同じ給料がもらえる。そんなんアホらしくなるじゃない？それだ。どれよ。社会主義の問題点は、頑張った者がバカを見る社会なんだ。逆にろくでもない奴にはこれほど都合のいい社会はない。そんなんだったら真面目に働かなきゃいいじゃない。そうだよ。そうやって真面目に働くのがアホらしくて、みんな怠け者になってしまう。加えるとみんな国営だから国内に同業者、つまりライバルの存在がいない。それってつまり、ああ、競争がないゆえ、切磋琢磨も向上心もない。おまけに真面目に働くだけ損だ。でも、それでも国が面倒見てくれるんでしょ？そうだ。ただし、国の商売がうまくいっていればな。社会主義は国家が国民の面倒を見るシステムでもある。面倒を見る以上かね。つまり国家が儲けないと国民生活を支えられない。え、だって国営、国内には競争相手はいないかもしれないが、国外はどうだ？海外の同業者との争い。そうだ。そして、国内は真面目に働くだけ損という社会。それに比べ海外勢力は技術、品質を磨き、潰し合いの修羅場をくぐり抜けてきた猛者だ。勝てる気がしないんだけど。ああ、これが社会主義の落とし穴だ。たとえ海外勢力との争いにならなかったとしても、国家総体だ。自国の社会全体の質が落ちていく。それで最後はダメになってしまう。ああ。じゃあ、社会主義は絶対に失敗するの？いや、本当に聖人君子で有能な人が立てば違うかもな。あるいは、天然資源など圧倒的な強みがあれば。まあ、そんな都合のいい話はほとんどないが。つまり、社会主義は、一見、平等で給料も職も保障されてるように見えるけど、見方変えると、真面目にやるだけ損だからみんな怠けてしまう。ああ、結果的に社会全体の質が低下してしまう。サービスや生産性の質が落ちる。そうだ、例えば、社会主義を実践して崩壊したソ連。このソ連について、面白い話を聞かされたことがある。どんな話？それはな、ソ連のビールはめちゃくちゃまずかったって話だ。なんでそんなにまずかったの？まずくても問題ないから。はぁ、まずかろうがうまかろうが、売れようが売れまいが、給料変わらないから。真面目にやる意味がない。まあ、昔聞いた話で、今調べてもそれらしい情報は出てこないから、ただのヨタ話の可能性もあるな。どちらにしたって、真面目に働いてもしょうがないってことでしょ。そうだ、それが社会主義の、っていうか、人間の本質と噛み合ってない考え方なんだよな。人間の本質？人間なんて欲の塊だからな、自分さえ良ければいい。とまでは言わないが、人が自分より良い思いしてると面白くないもんだ。それを解消しようと思ったのが社会主義。ああ、だが、実態はさっき話した通り、やるだけ損。それに対して資本主義は、格差、弱肉強食という問題点はあるが、やった分だけ返ってくる可能性がある。じゃあ、やっぱり資本主義の方がいいの？どうだろうな。資本主義の限界とか言われたりしてるし、今のやり方はいずれ修正しないといけないかもしれない。まあ、つまるところ、資本主義は不平等な部分もあるが、人間の欲望を満たすという意味で理にかなってるシステムだ。逆に社会主義は不平等を是正し、平等で安定した社会を作るという考え方だが、人間の本質、つまり欲求を満たすことができない社会構造なんだ。平等が逆に不平不満を作っちゃったんだものね。そうだ。じゃあ、今って社会主義の国ってないの？いや、いくつかあるぜ。え、でもさっき、市場自体は自由競争にさせてるから、さっきのような問題はそう起こってないみたいだぜ。社会主義の意味へ。じゃあ、共産主義は？考え方自体は悪くないんだが、悪くないけど、人間に当てはめるのは不可能だ。そうなの？ああ、さっき平等を目指した社会主義の話をしたろ。平等という名の不平等。そうだ、共産主義はそれを極めたものだ。平等を極めるって？さっきの社会主義の話は、国家、が、企業、国民、を管理して、平等な社会を目指すというものだった。じゃあ、共産主義は、この、国家、なんていらないって考え方だ。へ。共産主義は全部平等という考え方だ。男も女も、金持ちも貧乏人も、資本家と労働者、権力の強弱などなど、完全な平等社会だ。だから、国民より上の権力者となる、国家、も共産主義に反するからいらない。ちょ。そんなんでやっていけるの？いや無理だろ。社会主義が目指す平等でも無理だったんだ。自分のもの、つまり私物も許さない共産主義なんて論外だ。私物を許さないって？そうだ。財産を共有、と書いて、共産、だ。社会主義をこじらせまくったのが共産主義。そんなイメージでいいと思うぜ。
ねえ、なんだ？共産主義掲げてる勢力ってさ、共産主義の国を作るのを目的としてるのよね。表向きは社会主義の国までしか掲げてないがな。みんな平等の共産主義の国で、どうやって平等システムを維持していくの？それは共産党がやるんだよ。はぁ？それってつまり、国家権力ってことでしょ。権力の違いもない平等社会はどこ行ったのよ。そこなんだよ。え、そこって、共産主義を掲げてる連中の矛盾点だ。連中は表向き弱者に優しい平等社会を掲げてるが、この主張自体が矛盾している。そして過去にこの共産主義者が実権を握った国がどうなったか。平等という名の不平等でうまくいかなかった。いや、そんな生優しいどころの話じゃない。今まで裕福に過ごしてきた人がいきなり平等という名のもとに資材を没収されるんだぞ。当然反発が起こる。あれ、なんか嫌な予感がするんだけど。共産主義のために手段を選ばない連中だ。立てつくやつには容赦しない。容赦ないって？そうだな、共産党はヤバい、なんて言葉だけ聞いてもピンとこないだろうから、ちょっとだけ過去の実績を紹介しよう。実際に共産党が実権を握った例？そうだ。フランスの歴史研究家、ステファヌ・グールトワ氏の著書、共産主義黒書、によれば、共産主義運動による死者は1億人に上ると言われてる。うん、1億、これだけ聞くと現実味がないだろ。こっからは内訳だぜ。随分物騒な内訳ね。ただ、諸説あることを覚えておいてくれな。先ほどの著書からは、ソ連2000万人、中国共産党6500万人、ベトナム100万人、北朝鮮200万人、カンボジア200万人、他の細かい部分はご割愛だ。中国とソ連が圧倒的に多くて腐されるんだけど、あのあたりは人口も多いからな。その関係で犠牲者も多くなる。カンボジアなんて人口800万人って言われてたから、この本の200万人がいかにヤバいかわかるだろ。漏れなく4人に1人に粛清が当たるキャンペーン。なんか現実味がないんだけど。そうだな、同志スターリンも一人の死は悲劇だが、100万人の死は統計、なんて名言放ってたしな。誰よそのヤバい名言作ったの。さっき挙げたソ連で実権を握ってた人物だ。2000万人？ただ、カウント不能な犠牲者もいるって話だから、実際はもっと多いと言われてたりする。なんでそんなに犠牲者が出たの？粛清の理由はいろいろあるが、今はそこが問題点じゃない。うん、どういうこと？なんで共産主義がヤバいか。これだけ多くの犠牲者を作ったから。それもそうだが、こいつら共産主義者がやったことの一番恐ろしい要素、それはな、犠牲者の大半が自国民という事実だ。え、共産主義者が実権を握ると、まず国家の体制を共産主義または社会主義へと変えようとする。そんなすんなり移行できるもんなの？いや、国民に理解了承を得て移行なんてほぼ無理だ。確か、金持ちが資材巻き上げられるって。そうだ。いきなり、今日から全員平等、なんて言われて、はい、そうですか。って資材を明け渡す人間がそういるわけないだろ。じゃあ無理じゃない？そうだよ。だから、ぶっ転がしてでも言うこと聞かせるんだよ。え、そんなことしたら民衆の反発が、ぶっ転がしてでも黙らせるんだよ。そんなことしたら党内でも賛成、反対派に分かれて、ぶっ転がしてでもまとめるんだよ。これはネタじゃなくて、マジ、なんだぜ。現に、今から解説する日本共産党だって同じようなことをやってる。ぶっ転がし合い、さすがにぶっ転がし合いは、日本の場合はないのね。いや、後で起こる。ひえ？とまあ、共産党が、やばい、理由の一つを挙げてみたぜ。共産主義、言ってることは平等なのに、どうしてこんなやばいことになっちゃうの？それはだな。まず、共産主義はどんな考え方だった？みんな平等でしょ。そうだ、平等って良いことだろ。ええ。まあ、さっきの話聞くと、ケースバイケースかな。でも、平等って正しいことだろ。弱者に優しいし。いや、さっきあんた社会主義の問題があって？共産主義に限った話じゃないが、平等、人権、反差別、こういった普遍的理念を盲目的に賛美して、絶対的な正義、と共振してしまう人間が一定数いる。何その宗教？それに近いものだ。それが共産主義？個人的にそう思ってる。弱い者の味方をしてるんだから正しいって？あるいは、弱者を苦しめる権力者と戦うから正しい。とかな。その結果、この正しい考えに賛同しない奴はおかしい、って結論に行く人間もいる。なんか、子供のため、思い出したわ。性質的には近いと思うぜ。じゃあ、自分たちは正しいって盲信して突き進んじゃってるの？一部はそうなんじゃないかと思ってる。うん、他の一部は、正義を自分たちが支持を集める手段にしている。利用されてる。私個人の印象だぜ。
さっき話した通り、共産党の主張は理念と矛盾してるしな。一部では、共産党員の上層部はかなりいい生活してるって話だし。おいくら平等。こういった噂や過去の実績もあり、共産主義は自分たちが実権を握るための手段であって、弱者の味方、なんて掲げてるが、支持を集めるためだけの手段と言われてる。そして、本当に実権を握った先には、ああ、自分たちの意に沿わない奴は手当たり次第粛清だ。まあ、独裁は共産主義に限った話ではないがな。これが共産党がヤバいって理由。いや、これだけじゃない。どんだけあんのよ。共産主義者のヤバいところは、今の社会体制の打倒。つまり革命を目指している。しかも、この共産主義は目的達成手段として暴力を用いても構わないなんて考え方もある。暴力はアウトやろ。ああ、だが、変革のためマジで暴力路線を突き進んでたんだぜ。それが日本共産党。ああ、今は路線変更したと言ってるがな。まあともかく、共産党、共産主義者がヤバいことを実際やって、それが今の共産党はヤバい、ってイメージに繋がってるんだぜ。言われのないレッテルじゃないってこと。そうだ、過去の事例がヤバすぎるんだ。自国民を大量に殺害。ああ、人数だけで言ったら、敵を起こそうなんて赤さんみたいなもんだぜ。どっちにしても下道じゃない。まあ、共産党が掲げる共産主義がいかに問題があるかを話したところで、次は今の日本共産党について話をしようか。今の日本共産党、ね。では、日本共産党の方針、政策を挙げてみよう。再びウィキペディアから一部引用。現状認識と二段階革命論。2004年に改定された現在の日本共産党綱領以下、綱領と呼ぶ。では、現在の日本を、我が国は、高度に発達した資本主義国でありながら、国土や軍事などの重要な部分をアメリカに握られた事実上の従属国となっている、と現状認識し。綱領、方針、のイメージでいいぜ。現在、日本で必要な変革は社会主義革命ではなく民主主義革命であり、その次の段階で社会主義的変革を目指すとしている。これは、いわゆる二段階革命論の一種で、1961年の綱領から続いている。あれ？共産主義国作るって掲げてないの？ああ、大体のところは共産主義を掲げず社会主義って言ってるな。まあ、いくら社会主義を名乗っても自分たちの名前、かな。共産党。にしても、これを見ると、やっぱり社会主義への変革を目的にしてるのね。ああ、現在の資本主義を変えることを目的にしてる。でも、社会主義はうまくいかないってさっき。そうだ。そして何より、うん、何かあるの？引用を再開する。戦前の、コミンテルン日本支部。として位置づけられた時代に、コミンテルンが、日本の君主制廃止を決定した27年生で、絶対主義的天皇制廃止のためのブルジョア革命を起こし、ついで社会主義革命を起こせ、二段階革命論、と提起した32年定制、研究によって32年定制と同様の認識に至った日本資本主義論争における講座派の流れを組んでいるということもできる。あのさ、とんでもない文言があったけど、コミンテルンとか定制って何？定制も方針ぐらいのイメージでいいぜ。じゃあ、コミンテルンは、1919年から1943年まで存在した国際共産主義運動の指導組織だ。別名、第三インターナショナル、第三インター、国際共産党、などいろいろあるぜ。さっき、日本支部ってついてたから、日本独自発祥の組織じゃないのよね。そうだ。ちなみに創立者はレーニンだが、レーニンの亡くなったのは1924年。後釜はスターリンが引き継いでるぜ。ほげー？で、この日本国外勢力が日本の共産党に定制という名の指示を出してたの。そうだ、これが共産党はヤバいって言われるゆえんの二つ目だ。そりゃ、国外勢力の指示に基づいて行動してるんだものね。ああ、日本人による日本発祥の党、そして日本人のための政策を掲げるならいいが、こいつらは海外組織の一員として活動をしていたんだ。今の共産党も、いや、今の共産党は後継組織のコミンフォルムと関係ないと言ってる。じゃあ大丈夫なの？いや全然ダメだ。即答会。これから説明するが、まず党の成り立ちに問題がある。海外勢力の支部だもんね。そして、党としての素行も悪すぎる。政治の実権は握ったことないんでしょ？いや、闘争、いや、打ち下馬、だ。あ、察し、加えて、目指す社会体制がな。失敗した社会主義。まあ、この辺は後で話そう。引用に戻るぜ。日本共産党の現状認識と目標、これらから、問題のありそうな部分を独断と偏見でチョイスするぜ。変更動画。ああ、それを忘れないでみてくれな。日本共産党の現状認識と目標、これは現状認識、民主主義革命、社会主義的変革の3つに分かれてるぜ。漢字多くて頭痛くなりそう。まあ、現状、改革、最終目標の3つってイメージでいいぜ。政治に対する認識ってあるけどいや、雑すぎるやろ。最終目標が重要だからな。その最終目標は、社会主義を支持する国民多数の合意と国会の過半数をもとに、社会主義を目指す権力を作る。
やっぱり社会主義国を作るのが目的なのね。ああ。でも、民主主義による社会主義なら大丈夫。とか、この後話す、共産党の実態知っても同じこと言えるか楽しみだな。日本国憲法、これを、どういじくるのかしら。現行憲法の全条項を守り、特に平和的民主的諸条項の完全実施を目指す。あら、案外護憲だったりするのかしら。そして最終目標は、最後の一文、具体的な制度は記載なし、でいいだろう。おこら、一番大事なとこやろ。そうだな。ただ、さっきお前が言った、護憲、的な考え方。これが重要だ。憲法9条とか、まあ、次だ。天皇制。これはコミンテルンが指示を出すときに使っていた名称で、正しくは皇室制度、って言われてる。まあ説明だ。一個人、特定一家が国民統合の象徴となる現制度は民主主義及び人間の平等と両立し得ない。天皇の政治利用をはじめ、憲法の条項と精神からの逸脱を是正する。共産党は天皇制の廃止、民主共和制を目指す立場だが、その存廃は、将来、情勢が熟した時に、国民の総意によって解決されるべき、としている。最後の文章はどっかで聞いたわね。ああ、過去の動画でちょっとだけ触れたな。ちなみに、あの時は共産党公式ページから引用したぜ。本当に掲げてるのね。その存廃は、将来、情勢が熟した時に、国民の総意によって解決されるべき。解決って単語があるから、現状問題だって認識なんだろう。これってコミンテルンからも潰せって指示が出てたのよね。まあそうだな。それより笑わせてくれるのは、象徴となる現制度は民主主義及び人間の平等と両立し得ない。なんて言ってるぜ。さっき、現行憲法の全条項を守り、って言ってたのにこれだ。ちなみに日本国憲法第一条は、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。だぜ。護憲なのか改憲なのかどっちなのよ。連中に信念なんて期待する方がおかしいんだよ。散々突き通した路線をコロッと変えたりするんだ。しかも平等って言ってるけど、ああ、共産党内にも上下の役職がある。全然平等体現できてないじゃない。さっき話した通り、国家を必要としないのが共産主義だ。だから国家の象徴となる天皇という存在を消したがってる。しかも、それって海外勢力からの指示でもあるのよね。ああ、そいつらと決別したと言っても、結局同じことを言ってる。そういえば、共産主義国を作るって言ってないわよね。そこだよ。共産党名乗っておいて、社会主義、までしか掲げてない。なら、なんで、共産党、を名乗っているんだ。いや、それは、まあ要するに、本当にうさんくさい連中なんだよ。過去にはヤバいことやりまくってたしな。さっきのスターリンとか、いや、日本共産党内でだ。まあ、引用に戻るぜ。自衛隊、軍備。海外派兵立法をやめ、軍縮の措置を取る。安保条約破棄後のアジア情勢の新しい展開を踏まえつつ、国民の合意での憲法第9条の完全実施、自衛隊の解消、に向かっての前進を図る。段階的縮小論。うん、自衛隊の解消。ああ、共産党は自衛隊の存在を、違憲。って言ってるからな。この解消って違憲状態の解消、それとも自衛隊の解散、その辺は書いてないからわからない。だが、安保破棄して段階的軍縮ってあるから、もしかしたら、な。このきな臭いご時世、丸腰路線はやばいでしょ。次は日米関係だ。日米安保条約を破棄し、対等平等の日米友好条約を結ぶ。アメリカ軍とその軍事基地を撤退させる。非同盟、中立。今の段階で安保破棄とかやばいんじゃ。ああ、めっちゃやばいぜ。中国や北の巡視が直接ことを起こせないのは、まず勝ち目のないアメリカの存在があるからだ。しかも、日本はこのアメリカと同盟関係にある。じゃあ、これが解消されたら、ああ、しかもさっきの説明では軍縮路線だ。同じ赤組さんにとってこれほど都合のいい展開はない。前の動画で、中国くんは沖縄を狙ってるって、ああ、それが事実なら、攻めようとする相手が勝手に丸腰目指してくれるなんて、これほど美味しいことはない。攻める方にとってすごく都合がいい。世界ってな、思ってるほど平和を望んでない奴が多いんだぜ。ただただ、自分の欲望を満たすために行動する奴もいるんだ。だから、そういった奴らから身を守らないといけない。さて、次は国際情勢、外交だ。民主主義が世界の主流となりつつある。世界でアメリカ帝国主義が最大の脅威。社会主義は歴史の発展方向。いや、こけた社会主義目指すあんたらの方が脅威だと思うんだけど。ああ、それにさっき、友好条約、なんて読んだ気がするが。多分気のせいだろうな。そして、個人的にこれが一番ヤバい文章だと思ってるぜ。あん？共産主義社会が高度な発展を遂げ、搾取や抑圧を知らない世代が多数を占めるようになった時、原則として一切の強制のない、国家権力そのものが不必要になる社会。抑圧も戦争もない。共同社会への本格的な展望が開かれる、としている。思ったこと素直に言っていい？どうぞ。これってさ、
人類が作り上げた文明、歴史への逆行じゃね。そう思うだろ。今現在の社会は、過去にあったたくさんの問題を解決して今に至ってるんだ。人権も自由も秩序も平穏な生活も、これらが全くないひどい時代を経て、改善に改善を重ね今の生活にたどり着いてるんだ。そして、これらを機能させるために必要だったのが国家権力、だ。もし、国家権力がない、何の縛り、ルールもない好き勝手が許される社会になったら、北斗の拳のような暴力、が物を言う世界になってしまう。犯罪者と捕まえるのも、被害者に保障をするのも結局は国家権力によるものだ。これがない世界になんてなったら、な。連中はそれで本当にいい世の中になると思ってるのかしら。さあ、どうだろうな。原始共産主義なんてぶっ飛んだことを実行した例もあるぐらいだ。もしかしたらマジかもしれないな。これが共産党のヤバい要素。ああ、共産主義自体があれだしな。最後にこれを挙げておくか。経済体制、社会主義、共産主義、知ってた。まあ、これが日本共産党の現状認識と目標だぜ。そうしたどったら、公式ページに繋がったから、ガチっぽいな。まあ、全体的に日本人の生活がめちゃくちゃになりそうな内容だったわね。国体への言及や安全保障がガバガバだからな。しかも、行き着くのは失敗した社会主義をもっとこじらせたものだ。さて、次は政策部分を引用するぜ。またヤバいものばっかなの。いや、普通のものも多いぜ。だからその辺はパスして、個人的にヤバいと思うものを挙げてみる。では引用するぜ。大企業の過剰な内部留保と利益を、雇用と中小企業など社会に還元し、家計、内需主導の経済成長の軌道に乗せるとしている。内部留保、百科事典マイペディアさんによると、企業の純利益から税金、配当金、役員賞与などを差し引いた残額だ。つまり、払うもの払って手元に残ったお金、そんなイメージなのかな。まあ、その金を共産党の政策では還元させるというか、ちょっと待って。そんなことできるの？いや、さすがにまずいだろ。確かに内部留保はよく指摘されるが、この金はさっきの説明通り、払うもの払って残った金だ。それを無理やり取り上げるようなことをされたら商売する側はたまったもんじゃない。内部留保は内部留保で問題だが、これに国家が無理やり手をつけようとする行為は以前にも問題になってる。そうなの？ああ、内部留保に税金をかけようか。って話があったらしい。だが、これは二重課税になるからアウトだ。じゃあ、共産党はどう扱うつもりなのかしら。法改正とかいろいろ手段はあるだろうが、何しろ過去の事例がな。金持ち憎しと平等掲げて資材巻き上げ。ああ、強権的な手段に出る可能性も十分考えられる。それに、共産党は大企業を目の敵にしてる節があるが、この大企業が日本と日本人へたくさんの恩恵を与えているのも事実だ。だから、大企業を狙い撃ちにした政策は自分たちの首を絞めることになると思うぜ。まあ、次だ。男女共同参画。均等法に全ての間接差別の禁止を明記し、権限のある救済機関を設置し、EU のように使用者に差別はしていないことの立証責任を持たせ、実効ある措置を取るとしている。これは今問題のポリコレ防を激しく助長させることにつながると思うぜ。ポリコレ防、差別、偏見を前面に押し出し、自分勝手な主義主張、または意に沿わない相手をぶったたく行為を指す。ああ、最近見る気がするわ、差別された。って言えば、何でもまかり通ってしまう世の中になりかねないぜ。この文章だと、使用者側が弱い立場っぽいものね。次は女性の登用。民間企業に改善計画、数値目標などの策定、公表を義務付けるようにする。これは自民党の政策でも突っ込みを受けてたな。そうなの？ああ、女性だからって理由で就職や昇進の機会を失うのは問題だが、この政策は男女問わず優秀な人間は登用しろ、でなく女性を登用しろ、ってなってる。え、それって、そうだ、能力とか関係ない。ただ、女性だから、登用しろって話だ。いや、それって見方変えると、政府の方針だから仕事できなくても女性を。ってことに、ああ、そこがこの話の問題点だ。まあ、この男女平等の話はまたの機会にな。では次だ。永住外国人の地方参政権付与問題への立場。個人的にこれがかなりヤバいと思ってる。日本共産党は永住外国人に対する外国人参政権付与問題について、選挙権だけでなく非選挙権も与えるべきであると、地方参政権を付与すべきとの積極的な立場を表明している。在日本おから民国、民団の新年会に出席し、C 和夫委員長は小形康夫副委員長、国際局長、小池晃参院議員政策委員長、井上哲司参院議員と共に、歴史の真実を力での共有が友好の基礎であり、日本共産党はそうした立場で活動しています、と述べ、地方参政権については、日本共産党は永住外国人に選挙権だけでなく非選挙権も付与する立場で頑張っています、と述べ、一日も早い立法のために努力すると約束した。とりあえずここまで。日本共産党は外国人参政権に前向きってこと？そうだ、私はこの制度に反対してる。どうして？そうだな、今現在も問題があると言えばあるが、
スパイ、工作員が日本の中枢に入り込む余地がさらに大きくなる。選挙権得たことで、堂々と政界入りできてしまう。ああ、しかも、その支持母体が同じ出身国の外国人ばかりだったらどう思う？日本国内で外国人が母国のための政治活動。そうだ。それが懸念される。実際、そうやって傀儡政権とは作られるからな。傀儡、操り人形だ。この制度自体、元々の国民に何のメリットもないしな。いい意味で本当に国政に関わりたい外国人がいたら？それだったら帰化すればいいんだ。実際、そういった人はいるし。日本国民になれば参政権はもらえる。じゃあ、なんで永住外国人に？さあな、ただ、永住と言っても日本人になったわけではない。永住する権利を持ってるだけで、日本以外に母国を持ってる人だ。つまり、何か都合があれば国へ帰ることだってできる。そういった人を日本の政治に参加できるようにするのはどうかと思うんだ。それでも参加したかったら、帰化、という選択肢だってあるんだしな。結局のところ、外国人参政権は良くないもの。私個人の考えだぜ。やっぱり、その国の政治に参加する以上、その国と運命を共にする、その国に骨を埋めるぐらいの立場の人じゃないとな。それ以外に、さっきも言ったよう、工作員が政界入りする危険性がさらに高まるし、そういった怪しいのは当選できるの？その、怪しい、人間とその仲間たちが集まって、組織票として入れればワンチャンあるぜ。どんな怪しかろうが、民主主義によって選ばれれば堂々と政界入りできる。それってまずいんじゃ？だから外国人参政権は反対してるのさ。それでも参加したいなら、帰化、という手段もあるんだし、なぜ、共産党や一部の政党はこれを推し進めようとするのか。まあ、共産党はこの、外国人参政権、推してるんだぜ。さて、次、行こうかと思ったんだが。何よ？いや、今回はこの辺で一旦区切ろうかと思って。なんか中途半端ね。この後は、日本共産党、の歴史に行こうと思ったんだが、このまま続けるとかなり長くなりそうだし、あと、編集時間がな、中の人体調最悪だし、あん、最近だらしねえな。というわけで、今回はこの辺でご容赦ください。次回は何事もなかったらこの続きになります。閉める前に何か言っておくことは、そうだな、ちょっとこの手の話は気が引けるんだが、何かの役に立てばと思い、ご報告させていただきます。何かあったの？サブチャンネルの収益審査が通りました。また金かい。いや、伝えたいことはそこじゃないんだ。あの騒動以降、ゆっくりは収益化不能、なんて情報が各所で飛び交ってな、まとめサイトでは、不可能、とまで書かれる始末だ。でも実際通ったんでしょ？ああ、つまり、ゆっくりボイス、は収益審査とは無関係。ってことが証明されたんだ。しかも、審査期間は2週間というスムーズさ。確かに、一時ゆっくりボイスはアウトって話が出てたわね。ああ、だが、今回通ったことでそれは関係ないと証明された。だから、ゆっくり動画を作ろうと思ってる、または作ってる人は、ゆっくりボイス使ってたらアウト、って心配はなくなったと報告させてもらうぜ。ただ、収益化したら使用料、ライセンス料、払わないといけないから、忘れないでね。とまあ、報告は以上です。では、続きはまた次回にしようと思います。次の動画もよろしくね。今回もご視聴ありがとうございました。